そうですね、僕自身がちょうど18歳の時に単身渡米して、で、アメリカ の、世界最高峰の、バスケットリーグの NBA であるんですけど、そこを目指して、アメリカのプロバスケットボール選手として約13年間、アメリカで住んでいたんですけど、その時に、アメリカで出会った友達からですね、今広島と長崎どうなってるんっていうような、話をね、よく聞かれることが多くて、でもそれまで自分が広島とか長崎に来たこともなくて、で、もちろん被爆者の方からお話を聞かせていただいたこともなくて、でやっぱ帰国した時に勉強させていただきたいなっていう思いで、安芸高田市、広島のですね、安芸高田市に移住してきたのが最初のきっかけでした。最初ですね、何もわからぬままただただ移住を先にしてきて、で、被爆者の方々とどうやったらお会いできんやろうとか、どうやってお話聞かせてもらえるんやろうっていうのが、最初で、で、インターネットで調べると、こう被爆者団体、被団協が出てきてですね、でもちろん被団協とはっていうのも、もう全然知っていなくて、ただただ事務局にお電話をさせていただいて、それに最初電話に出ていただいたのが前田さんっていう事務局長の方なんですけど、前田さんだったんですね。でそこからですね、前田さんとのこの出会いが僕のこの広島でのこの動きの本当にこう入り口となったっていうところですかね。で、その前田さんとの出会いの中で、前田さんから、金さんであったり佐久間さんであったりっていう方々を、桐明さんもそうですけど、ご紹介をいただけて、皆さんからいろんなお話を聞かせていただいて、で、広島だけではなく長崎もってことで、前田さんから当時長崎 の、 被爆者手帳友の会という、団体があって、そこの代表されていた伊原豊一さんとおられるんですけど、その方をご紹介いただいて、で長崎ではその伊原さんからいろんなたくさんの方をまたご紹介いただけて、でそこからこう皆さんの声を世界に届けたいって思いで、この世界の旅が始まっていくというところなんですよね。そうですね、その最初、この世界を回る上で、僕ももともとアメリカに暮らしていたので、全く友達のいない大陸から行こうってことで、アフリカ大陸を最初に決めてアフリカへ渡ったんですけど、そこでアフリカを北からこう縦断していく形で原爆資料展を各国で開催をしていってたんですけど、でやはりその開催するとその地の人たちが、いや原爆どころか自分たちの声を聞いてほしいとっていうようなところが、また僕の中でも衝撃で、確かに彼らは例えば子どもたちが泥水を飲んで暮らしていたりとか、極度の貧困な状況下にもあって、で彼たち彼女たちの声にも寄り添いながら
広島長崎の皆さんの声も届けていけたらなっていうふうな思いから、原爆資料展を取り組みながら人道支援も行うっていうような、まあ、旅になっていったっていう。だから最初は何も決めていなくて、本当にこの人との出会いからその声に寄り添っていく中で、まあ、そうなってきたっていうのが今の現状ですかね。そうですね、まあ、直近は、まあ、去年ですね、2022年がですね、やっぱロシア、ウクライナっていう、まあ、ロシア侵攻があって、ちょうど侵攻直後ですね、1週間ぐらいだったかな、ロシアに飛んで、でロシア側と、まあ、ポーランド西側のこう避難されている方々の避難民支援ということで、まあ、去年は最初取り組んでいて、で、まあ、その避難民の支援を終えて帰ってきた時に、やっぱミャンマー、まあ、ウクライナには非常にこう世界から支援が集まっている中、まあ、状況としては本当に今まだ戦時下でもあるミャンマーに支援が全く届いてないという情報も聞いて、まあ、それであればミャンマーに届けたいという思いで帰国後すぐにミャンマーへ飛んで、でミャンマーでも緊急的な食料支援に取り組んできたんですよね。でミャンマーから帰国してきて、今もうパキスタンで国土の3分の1が水害という状況下にあって、で、まあ、またそこからパキスタンへ飛んで、まあ、パキスタンでもまあ、緊急支援活動に取り組みっていうのが、まあ、去年の動きでしたので、今年になって、準備いろいろまた次の旅の準備をしている時に、まあ、トルコ、シリアの、まあ、地震があって、で少しでも何か力になれればと思って、でトルコへ飛んで、まあ、トルコでも特にシリアの国境側ですね、シリア人の集落に、まあ、緊急的な支援を届けに行くっていうので、まあ、そこから帰国して、まあ、今回今広島にまた皆さんに広島から応援いただいている方々にご報告に、まあ、来ているというような状況ですかね。そうですね、まあ、これまでとは変わらないですね。基本的には世界を歩きながら、まあ、直近ではまた井戸を掘りに行くんですけど、アフリカで本当泥水を飲んで暮らしている子どもたちの村に、まあ、水路を掘るっていうので、企業さんと組んでまたアフリカの村の方に入っていくのが、まあ、直近ですかね。僕はどっちかというとこう平和づくり、ピースメイキング、ピースビルディングっていうのを大事にしたいので、平和っていうテーマでその平和の声を世界に届けてるっていう、そんなイメージをしてもらえたら分かりやすいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。